皆さんこんばんは、広瀬優です。今日はタイトルにもある通り、慢性的なコリ、ハリ、痛みが消え、疲れ知らずの体になる骨ストレッチをご紹介します。骨ストレッチって何？ってなりますよね。そのポイントの一つが、親指と小指をつなぐことなんですよ。こんな簡単な動作が加わるだけで、関節の可動域が驚くほどに広がるらしいんですよね。ではいくつかご紹介します。ではまず骨ストレッチの基本ポーズからです。片方の親指と小指を輪になるようにつないでください。で、次にもう片方の親指と小指を、手首のですね、グリグリしたところありますよね、関節を押さえてください。親指と小指で、これが骨ストレッチの基本ポーズです。わかりますか？ちょっとこんな感じです。はい、こんな感じです。では次に手首ブラブラというストレッチです。まずは先ほどの基本ポーズを作ってください。これとこれですね、これが基本ポーズです。で、これからこのまま両手を前に出してください。で、この時に押さえられている方の手首ありますよね、左右に振ってください。こんな感じです。目安は7回ぐらいで、7回振り終わったらもう片方もやってみてください。こんな感じで、もう片方も左右に手首を振ってください。これをすることで肩関節がほぐれるらしいんですよね。なので仕事の合間とかで行うのがおすすめです。では次に手首肩甲骨ストレッチです。基本ポーズからですね、基本ポーズから手首を押さえられている方の腕の肘を上げてください。こうですね。で、この時に直角にこう曲げてください。このまま後ろの方にひねってください。このストレッチなんですけども、脇腹と肩の一体が強く刺激されていることがわかるはずです。肩や首のこりが一気にほぐれるストレッチになります。反対側も同じようにやってみてください。で、目安は7回ぐらいです。なのでこれはデスクワークの疲れを解消したい時におすすめのストレッチです。では次に手首背伸びというストレッチです。まずは先ほどの基本ポーズを作ります。両手を上げて万歳をして、ちょっと見えづらいので、両手を上げて万歳です。で、背もたれを利用して後ろに伸ばしてください。こうなんか、うわ、ポキってなった。ちなみに目安が7回ぐらいです。で、左右の手を変えて反対側も行ってください。で、これを行うことで、猫背が解消したりだとか、姿勢が良くなったりね。あとは、肩こりや腰痛の解消。様々な効果が体感できます。首体側伸ばしというストレッチです。ではまずまた基本ポーズを作ります。で両手を上げて、左右に、はい、左右に体を伸ばします。こんな感じですね、もう片方もこれ、あ、気持ちいい。で、また手を変えて左右行ってください。反対側も同じようにやってみてください。これを行うことで、長時間のデスクワークで硬直化しやすい脇腹の一帯が気持ちよくほぐれることがわかります。で、あとは運動する前のウォーミングアップにも最適だそうです。いかがでしたか？1日1分だけでも構いません。仕事の合間で行うようにしていくと、慢性的なコリ、ね、痛みなど軽減してくれるし、リラックスできるので、仕事も
ね、その後頑張れそうですよね。ぜひやってみてください。じゃあ今日は終わります。バイバーイ。